はい、どうもよろしくお願いします。はい。はい。えー、もうね、うん、1>, 1ヶ月経たず来ました。今月もジョジョリオンの本誌語り。そうですね。はい。あ,<ー>あ,あのー、発売前日にですね、はい、なんと公式ツイートで、えー、ジョジョリオンがあ来月、8月で完結するという、うわー。お知らせを、が来た上での、今回ね、 えー、109話目。はい。もう、だから予告の時点で、はいはいはいお。時は遡るという風になってましてあの。ツイッターのね、予告本、あの、公式の画像で、はい女。男性のシルエットが出てまして。そうですね。で、アメリカから来た女性、時代は1941年だっけああ、そうですね。はい。という予告があって、まあ、 なんだろう。大体の人はあと2回ってなれば、うん、ね、あのー、まあ、この前の前回の続きだったりとか、はいはいはい。うん、残された謎を、えー、残り2回で処理していくのかなと思いきや、そうですね。過去に戻ってしかも、うんはい、今のところ、あの、東方家の話でもないという。うん。そうなんですよ。これ、本当に先言いましょうか。はい。 えー、わけがわからん。<laughs> そうですね。これは。あと2回とは到底思えないっていのが、まあ、思えないですね。先言うと。本当に。はい。あと2回のうち1回をこの話にするかっていうぐらいびっくりだ。いいですね。もう全員と思ってたでしょうけどね。 毎回そうですけど、まあ僕らの予想の遥か斜め上を必ず行かれますよね、<や>そうです、そうです。もう普通に考えたらあの流れで何か、もう一展開、あの流れの中でやるのかなっていうところなんですけど。ああ、もうちょっと不思議すぎる。何が不思議かというのはじゃあここからですね。うん。話していきましょうか。まず、表紙でね、僕。はい。のが、ツイッターでもちょっと出てましたけど。はい。あの 男性の、はい。ッターバックって言うんですかね。はい、ああ、はい、は,はい、はい、はい。ソフトウェットの。そうなんですよ。お、あの、止め具のところが、馬なんですね、これね。うん。なんで、スティールボールランのイメージも入ってるのかなと思う。これがね、これを背負ってるっていう時点で、うん。あの、その、ジョースターの、うん。うん。血がないと、この、<laughs> 服飾はちょっと厳しいんじゃないかっていう、 なん,まあ、なんかの、うん、決闘ですかねでもご縁ですかね何かがあるんですかね、うん、確かね、いや僕も最初この髪型がなんかあのー、のなんか丸っぽい玉がついてるんで、ノリスケさんもああいうか髪型なので、ノリスケさんのその、まあなんか、えー、先祖というかね、父親なりじいさんなのかなとか思ってたんですけど、あのー、ジョセフミのなんか、 かけずに、空城貞文っていうのが。ああ、空城か。そっちの、あの、可能性もですね。もうなんかこんな服装にされると、ちょっと、否定できないなっていうところが。いや、おしゃれとして、ファッションとしてね、装飾してるっていうことはあり得るんですけれども。ちょっとその辺が、結構謎ですね。うん はい。えー、そうなんですよ。まあ、ジョセフミもジョセフミっていうね、名前がついてますもんね。うん。海がありま、あ、これまあちょっとすいません、本編の話になってきますけどね、名前のことは。えー、とにかくこの、スティールボールランとジョジョリオンのソフトウェットが合わさったバッグを1940年代に持ってるというね。ねえ、ちょっとまあ先取りというか、後取りというか。そうですよ。まあ、本編にあると、まあ、ラジオガガ事件ですよね。そう。 あの、なんかこういう風に、ちょっとあのー、大南部みたいな感じの、そう,そうそう。ね、煽り方は、本当にこんな大々的な、タイトルがついてるっていうのが、ちょっと、不思議ですよね。まあ、こう、だから、降り立った、ルーシーですね。まあ、後々わかるんですけれども、えー、新種の植物。はい。 もう、だから、この時点で、ロカカカの存在を認知してたというか。そうですね。うん。で、ここに来て、えー、まあ、写真を見るとですね、東方家の、これは家紋なのか。うん、そうですね。プルズ。家門。ね。うん、そして、えー、ロカカカの写真、一本松。うん。で、まあ、今回の物語のキーとなる、このガードレールの写真が添えられて、うん、ま、見てると。 はい。で、ラジオガガ事件。まあ、森王町にね、アメリカ人の女性が降り立って、うん、この、なんかこの、なんでしょう、お金で雇われた、送迎の人の指もね、後々これも、ちょっと、はい。あの、ちゃんとした理由にはなってくるわけなんですけれども。えー、まあ、スティール様と、もここで確定なんですけれども、うん。まあ、年を取りましたね、ルーシーもね。 ま、今回はね、あの、本当に、なんだろう、みんな、この話はっていう感じで、うん。みんな先が読めない展開でずっと読んでいってると、読んでいってたと思うんですけれども。うん。うん。えー、まあ、置き引きにあって。<laughs> はい。そして、この、えー、少年が下駄で置き引きを退治して。うん、ま、この時はもうあの、表紙のふくふあの、カバン持ってないんですけどね、全然。 そうですよね。うん。で、まあ、ここで出会うきっかけとなったんですけれども、これ、この男性もなんか髪型がすごいですけどね。どうなってるの全くわかんないですけどね。前髪がね、うん。全然謎です、本当に。これ、ほ、で、まあ、ちょっとその、まあ、アルバイトで地元のガイドをしてほしい。報酬は時給2万円って相当いいですよ、うん。いや、当時の2万ですかね。そうです、<れ>そうです。 そうなんですよ。はい。破格ですよ <laughs>。相当ですよね。今でもいいですけど。うん。今でもいいけど、当時やってもっとですよね。やばいですね。やばいですね。それでもまあ、ガールフレンドと会う予定があるということで断るんですが。<で>えー、全く、あの、ドライバー動かないです。<laughs> <laughs> いや、まあ、もう<構>、スミッキなんかね、人、一コマありますけども、もう本当に、ね あのー、<laughs> 言われたことしか絶対やらないというタイプの仕事人ですね。で、まあ、ラジオガガ事件の果樹園だという。このラジオガガっていうのは、あのー、クイーンの曲にあるんですかねアルバムなのかなあの、<laughs> うん、ラジオガガっていう曲ですね。その、ね、曲ですね、じゃあ、えー。ラジオガ事件。ガガ事件。はい。い ちなみに、レディー・ガガの由来もこっから来てる。ああ、なるほど。やっぱり、そうなんです。その辺があったんですね。すえー。そして、まだまだ警察の人は、いいえ、私はそうではない。ふみくーんっていう感じでね。ふくんですね。名前が出てきたってこれだけですかね、今回。ふみくんと呼ばれてますって言ってるから。そうです、そうです。あの、名前はこれだけです、今のところ。では、まだあだ名だけですね。 うん。うん。来月<週>の、そうでね。<日>来月本名が出るのかどうか。でも、絶対この少年が誰なのかというのも明かすとは思うんですけどね。うん<え>うん。で、お金がない。財布をちょっと取られてしまう。デートして遊園地の後、うん、お寿司行くって言ったじゃんって、結構豪華な。そうですね。うん。贅沢なデートですね。果たして、死<も>に遊園地があったのかって。<laughs> <laughs> ほんまに。うん。で、バイトをすると。そして、ルーシー・スティール。いやー、ここ、ルーシーがね、自分の、こう、えー、身元を明かすんですけども、スピードワゴン財団。出てきまった、ね。うん。うん、それにマダムではなく独身を、かつて結婚してた頃もあるけどっていうね。かつてっていうのはおそらく、うん、スティーブンのことだと思うんですけれども。まあ、スティールの性がついてる時点でね。結婚そうす、ねま 死別しても、そのまま席は入ってるって感じですね、うん。そう、もうそこはやっぱり素晴らしいですよね。7部で、あの、私はもう生涯愛すのは、スティーブンただ一人っていうのをマウンテンティムに、うん。少女の頃に言ってましたけれども、それを貫いてるというか、おそらく。うん、で、なんかこういうとこはな、あの、2部のロースピードワゴンと一緒で、はいはいはい。最後までその伴侶を持たずに、うん、うん。財団で生涯を閉じるっていうところは、 同じ感じがあってね、僕はなんか考え深かったですね、ここは。<laughs> しかし、こっち、こっちの世界線にもスピードワゴン財団あったんですね。そうですね。ねうん。そうなんですよ。やっぱり、あの、ちょいちょい出てきてましたけども、やっぱり存在してたということで。うん。こ、うん、の、さあ、ま、あの、前に、なんか、あの、岩人間、なん、何の話だったかなあ,さあ、岩人間の生態の時に、はい。一緒にウーシーちゃうかっていうカットが出てきてたじゃないですか。ありました、ありました、はい。 言わで今かがだ、ルーシーで間違いない。そうですね。ルーシーですね。あのー、確か同じ写真が後ほど出てたはず、若い頃の。うん。ね、えー、一本松とる。あの、その時に財団のカバンも出たりとか。うん。だからやっぱりアメリカからこう、なんか追いかけてきたみたいなね、くだりもあったじゃないですか、昔の話で。えー、そういうのもね、関わってるのかなと。うん。で、まあ、ラジオガガ事件のこの、 由来みたいなのを話し出しまして。ねえ。都市伝説。まあ謎です。荒木先生、ほんとこういうお話が好きだなぁと思って。そうですね。どっちかというと言えば、あの、ハン系の。あ、まあそうですね。そういう感じですね。やっぱり。うん。ちょっとなんだろう。あの、ホラー、階段というよりは、うん。ホラーの感じですよね。怪奇ですね,ね、うん。謎、謎、謎っていう。<laughs> ガガ、ガガって言いながら、 衣服を脱ぎ始めたんだと。<laughs> それがラジオみたいになってたという。うんたまたま一台の農家のトラックが通りかかって目撃もしたと。でも消えたと。うんまあなんかもう、この辺のね、うん、このパッ、そこで彼女がどこかへ消えたみたいな言ってるところは、すごく、なんか、あのー、ジョジョ味のある顔ではあるんです。ジョジョ味っていうのは、 あの、<laughs> 空情味のある顔ではあるんですけれども。ジョースター的なね。主人公的なね。そうなんですよね。ただこの世界線にはジョニー・ジョースターもいますからね。その辺が。ですね。あの、あれなんですけれども。だからその高城君言ってる空情説は、なかなか、あるんじゃないかなと。うん、なんかね。あの、まあ、あとジョニーにも子供が、確か。うん。いましたよね。うん、その、もうちょっとその辺の時代、あのー、の、 年代がちょっと僕は全然計算してないんで何ともなんですけれども。うん、なかなか決闘的なところはまだ整理しきれてないので難しいですね。うん、で、まあ、この辺もホラーですよね。まあ、この足元だけ残ってたと。うん。うん、怖い怖い。まあ、徐々だから見れちゃうんですけどね、こういうのも。うん。そして彼女は見つかってない。うん。ルーシースティール。ええー。まあ、少年は17歳。 えー、ルーシーさんが生きていると使命というものがあるものよという、天からの命令みたいなものとおっしゃってますけれども。この辺ですかね、うん、ちょっとずつそのテーマというか。うん、まあ、あのー、なんかね、うん、こう思うと被遇というか、少女時代にすごく大変な事件に巻き込まれて、そうですね。うん、そこからね、はい、こう自分の使命を感じて、 えー、日本に来たり、まあ、ね、土地を調べてるっていうところは、うん、なんかこれもすごい、うん、ルーシーもなんかすごくやっぱ変わったんやなっていうのがね、まああのディオの首を持っていった時点でもう覚悟は決まってた感じはありましたけども。最後。うん。7部のね、まあ、うん、祖国アメリカから、えー、カジュエのことを調べに来たと。以前から探していたものがきっとそこにあるっていうのもね、なんか。そうですね。うん、これが、ロカカカのことなのか。まあ、そうだとは思うんですけどね。 うん。意味深いですよね。まあ、遺体とはまた違う聖なる力ですから。うん、うん。で、えー、めっちゃいい条件。ふみくんって呼ばれていますと。爽やかな感じですね。いいですね。うん。で、まあ、この車はね、なんかやっぱ当時を感じさせる。そうですね。これ、ベンツですかね。エンブレムは書いてないけど。ああ<ー>。パンサー,ー,ーです、ね、ま,たまた特定班が来るでしょ、きっとね。<laughs> ですね。<laughs> はい。 で、えー、果樹園の方まで。ここもちょっとね、なんか、あのー、ね、<あ>露伴は動かないにつなが、つながるような描写がありまして。そうですね。森尾漁場。うん。山では木地鳥の狩猟海岸では超でっかい青い指が取れます。おーみたいな感じになりましたけどこれ密漁海岸ですよね。うん。ね、密漁したら処刑って時代もあったんだっていうところも、この動かないにちょっと通じる。うん。 で、現在は東方フルーツパーラー醤油の果樹園だよっていうのがね、あのー、あれですね、もうこの時代からだから、あったんですね。抱えてたんですね。んすね <laughs> うん。しかも、その、問題とされるカーブはかなり東方邸と近いという。もうほぼ、ね、上でし崖の上っぽいですもんね。そうなんですよ。目と鼻の先なんですよね、本当に。うん、うん で、ちょっともうここからですね、いよいよ展開が進んでいくんですけれども、急になんか鳥のしバラバラになった死骸を見つけの、おっちゃんが呼んだーって、<laughs> 僕最初ね、これおっさん、ハゲ頭やと思ってなくて、あ,<ー>あの、ハゲ頭か、ジョタロウみたいに、うん、帽子に髪の毛がこう <laughs> 合体されてるデザインなのかなと思ってたんですけど、あの、ただ、 ただ、ハゲ頭にサンバイザーつけただけでしたね。サンバイザーなんですね。これ、帽子ではないでしょう、多分。なんだかそうですね。上の上に髪の毛が完全に。なら多分、サンバイザーなのかなこれ、なんて言うんだろうサンバイザーですよね、うん、でも。こうなんかね、まあ、それはどうでもよかったんですけど、うん、おっさんがちょっと怖いんですよね。ほら、呼んでるよ、私のことと。うん、来ましたね。君じゃないのかい声がするよ。誰かが。 これまたガードレールでこんなこと真似する危ない人が出てこないことだけを祈りたいですね。ほんまに危ないですよ、これ。<laughs> ほんまにね。うん。このガードレール意味ないですからね。外に飛び出すのを防ぐだけで、です、ですね。ああ、まあそうですね。言ったらね。うん。そうです。あのー、歩道があるとかではないので。うん。えー、で、ルーシーさん戻ってきて、と。運転手は何か変です。この、このドライバーの表情がいいです。あの一番上のコマの。 <laughs> ちょっと思わせるそうですね。目つきはそんな感じですよ、まさに。で、ね、ガガ、ガガガガと言い出して。来た。来た来たガガ。服を脱ぐのがもう全く意味が不明なんですけれども。<laughs> うん、まあ多分、まあ後々のあれの、私ですかわかりません。全く見当もつかないと。すごいですね。面白いですね。服を脱いちゃっています。<laughs> すっぱらかだいい,いい体してますね、これ。いい体。ちょっと腹は出てるっぽい感じもあるけど、いい体ですね。えー、いい体なのか、これ。まあ、そうか、いい体か。いい体だ、<laughs> という意味のいい体じゃないですかあ人、人間らしく。あ <laughs> <laughs> そっちね。<laughs> 確かに、中年の、うん。うそう痩せた中年の。なかなかこんなおっさんのサービスショットは、<laughs> ジョジョではね、大体美形の、はい、本当に、 ミケランジロのような美しい体のやつばっかりでしたけど。いや、僕はもうこれ、<そ>高城くんがやらないかどうかが心配でした。いやいや、やらないですよ。うん。やらないですよ。もう心配。もう元、あのー、サンバイザーとか言ってる時点で怪しいなと思ってたんですけど、<laughs> もう揃えにかかってるなと。いや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 。<laughs> それの確認で言ってたわけじゃないですから。は <laughs> い<決>。そんななんか裏取りで言ってたわけじゃないですから。 味のあるおっさんですけどね。ねえ、味しかないですよ。<laughs> <laughs> で、最初はね、この後ろからこう来てる謎の車も意味あるんかなとか思ってたんですけれども。はいはいはい。これはただあくまでもちょっと描写的な。そうですね。これ結局、偶然というか。うん。きっかけに過ぎず、あのー、まあ、このタイミングで、まあ、その、ちょっと目をそらした隙に消えたという。うん。うん。で、服は残ってて、ルーシーさん、これはまさか。 いやー、これね。うん。ドライバーはどこですかっていう、本当にまあ、怪奇現象なんですけれども。あ、これが本当にジョジョ武士です荒木武士ですよね。そうですね。えー、一瞬の出来事。うん。まあこれは今日、<ど>なかなかすぐ。そしてここで、えー、なぜ衣くだけを残しているんっていうところで、この、詐欺書にね、冒頭に、 ちょっとチラチラ見せてた伴奏、うん、を張った腕が落ちてると。手首ですね、手首から上が。これ間違いないドライバーの手やということが、うん、ここで、その腕ね、うお、うおーっていうのもリアルな表、あの、リアルなリアクションだなと思いますよね。うん。なんか、徐々だとこう腕がちぎれるぐらいだと普通なんですけれども、<laughs> うん、こういうやっぱ一般人の人がパッとね、するリアクションだなという。ね 使いいいじゃななととやっっぱりびっくりびくしますすよねかでこの場所はやばい、やばいよ、ルーシーさん。噂話なんかじゃなかった。ふみくん君、離れてなさいと。で、ここからちょっとルーシーが、えー、私は少女で時代、悪魔の手のひらと呼ばれる土地に出会ったと。うんまあ確かにふみくんからしたハテナなんですけれども。うん 何言ってんだ、こいつ。ねさらに説明すると、人間の心の潜在能力を引き出すという特別な力があった。うん。土地は生命を生み出す素晴らしい場所。いやこれ、だから、ねこれもだから、その、うん、さっき言ってた、石仮面じゃなくて、えっと、岩人間の生態を、うん、うん、うん。あの、説明してるときに、このカットがね、同じように出て,て、ね、うて、ん、そのときはみんな、うん んみたいな感じで興奮したんですけど、ここに繋がってくるという。そうですね。うん。えー、で、まあこれ見るとやっぱルーシー若いなってね。もともと若い時しか知らないけど。うん。若かりし頃。えー、まあ、ゆ、呪、豊かさがぬ歪みすぎて呪われているという見方もあると。うん、この辺ですかね、やっぱり、ついに。そうですね。えー、うん。 ういうのは上にに、ね、生生命をみ出す、まあ、素晴らししい場所ででももあるけれどってことでしょうねそうですね。どっちもあるとで。30年ほど前に一度調査に来たことがある。だから、<ろ>この調査と、あの、ジョースター地蔵のあの、アメリカから遺体を、はいはい。追ってきたっていう人たちとの関わりは、はいはい、どうなんでしょうね。つがってるのかどうか。まあ、あれ、ジョースター地蔵はあくまでも都市伝説なんで、 うん。あの、必ず絶対の過去っていうわけではないんですけれども。うん。まあ、あの時もルーシーっぽい人がい,いたんですよね。あの、アメリカから追いかけてきたっていうメンバーの中に。ちょっとその辺がね、うん、悪魔の手の辺はどっか似ている。ただ、そうは言いつつも、結局このロカカカを追いかけてきてたっていう。うん、そうですね、結局は。新種の植物。うん<か>。 元々はだって、あのー、東方家にずっとあったものではないですよね。あれ、確か、だから、岩人間が最初に、こう、売買をしてて、はい。で、んうんうん、キラーとジョセフミがパクって、偶然、継ぎ木をしたことによって、新六川の場所で生まれたっていう、そうですね。認識だったんですけど。六川、ね、は外国、インドネシアとかじゃなかったかな確か。 あれパプはニューギニアかどっちかですね <laughs>。まあ、その辺、ね、そ<う>あったかそうな、ね。で、まあ、でも、その、この森を両場でなら、この、そのしょ植物が育っていると思ったからと。そう、これが、どう、いや、この時代にこのと、うん、この場所に、ロカカがほんまにあったんかって話なんですけど。そうですね。だから、やっぱり、東方家がその時代から何か関わってたのか。うん。まあ、結局、このね、 土地によって生まれたっていうのも、でも、結局、子孫になってる場所は海外だから。うん。うん。ちょっとその辺が、本当に、ふみくんの言う通り、何なんだよ、わけがわからないよって言ってるのと、本当に。これが正直な意見ですね。徐々にあの。<laughs> そうですね。<は> <laughs> でも、ろ過化がきっとどこかにある。でも何か、さらにこの土地は、さらにもっと違うという。ちょっとまた、<で>うん、うん。いやー。 この、だから階段はガチだ。うん。バイト代はもういらないよっていうね。もう、まあ、ほんまに生命の危険を感じてるから。うん、死んでるんだ。そうですね。で、帰りたいって言った後に、ゴニョゴニョゴニョ、ガガ、ガガうん。うん、そうだね。やっぱり俺、帰るのやめてもう少しここにいようかな。こっちだよ。怖いですね。こっち、こっちに来て。うん。そっちじゃないよ。こっちへ来て。 あれを探しているのなら、こっちって言ってますね。うん。うん。ふみくんは気づかず。うん。そして、目の前だよ。下の方だよ。ブルブルガードレールが振動している。これだから振動してる音が声に聞こえるっていう。うーん。そうですね。なんかそんなことになってますね。確かに。<う>いやあなた一人ごと言ってるよ、と。ああ、もうダメだ。ダメだ。<laughs> 声のようにとかじゃないよ。俺はあんたに命令しているんだ。来いと言ったらもっと近くに来いよと急に口調が。でこ,これ恐怖ですね。うん、<laughs> 急にね、ガードレールが、ウーシーさんの服を、挟み。はい。うん、服が、ベリベリベリ。吸い込まれて、これ吸い込ん、引っ張られるイメージですかね。そうですね、そんな感じですね。ベ、うん、リベリベリ。 次のページ怖いですよ、ね。ジュルジュルっていう。そう。もう、この辺からつい、もう、フルスロットルですね。すごい。もう、うん、ジョジョワールド、ジュルっていう、いや、目また綺麗な目なんですよ、これ。目ですよね、これ、うん。これがだから、またこの、ジョジョならではなんですけど、普通だったら、あ、目がついてるってなるんですけど、うん。ジョジョは、この、結局この面の表現も、なんか、 ほんまに目がここについてるのか、うん。ルーシーさんがそう見えただけなのか、ちょっとまだこれもね、なんていうんですかね。うん。あのー、ほんまに、だってこれに目がついてたらそういう、なんていうんですか、岩生物みたいな。ああ、なるほど。流れになってくるんですけど、どただまあこれもね、なんかあくまでも表現の一種なのかなんなのか、その辺がまだ、怖いですけどね。なるほどね。岩生物の、 話し合ったのか。いや、わかんないですよ。僕が思うのは、岩生物なのか、その、オータムリーブスみたいに、あの、死んだ後にスタンドだけ残っているっていう、はい、うん。あの、現象に近いスタンドなのか、それとも、そうですね、その、だからもう、スタンド使い。岩人間とも関係ないスタンド使いなのか、もう何なのかがわかんないんですよね。<laughs> 何なんだよ。<laughs> これ来月わかんのかな、本当に。本当にね。 そう。分かってやしな、ほんで <laughs>。もうこれ読んでる時点で本当に、だからもう、あの、先月までのジョジョリンはどこ行ったんだっていうような状態に。もう、さらに謎がこうが、そう,そうです、そうです。パニック、パニック。パニックです、ほんとに。で、ジュルジュルぐちゃぐちゃと、なんか気持ち悪い。まあ、ここでちょっとやって、少し真実がわかるというか、ね、死体が、このガードレールの中に。隙間に。そうですね、鉄板の間に。うん。うん えー、あると。で、ここからルーシーさんがちょっと恐怖体験なんですけれども。そうですね。これは何でしょか、ね、ガードレールが。はい。言ったらちょっと伸びてるっていうような印象なんですかね。あ、えっ、ー、とー。ねえ、わかんない。ちょっとこう、なんていう伸縮してるような。移動 <laughs> してるのか、伸びて、あ、伸びてるのかな吸い込むために。うん、うん。吸い込み切れてないから、この伸びてるっていう。で、結果的に、まあ次のページなんですけれども。はいはい。 えー、この、ほやほやのおっさんなのか何なのか分かんないですけど、誰かの死体が、ベローンと出てきたわけですね。出てきたわけ。だから多分やっぱりこう、シャーッとこうスライドして、こう伸びてる感じです、ね、<ー>うん。こうか。しうそして、そうなんですよ。まあ、ルーシーさん非常に危機な状態なんですけど、で、ここで九州のガードレール、次号、漂車関東から見て、ジョジョイョンついに完結ってう。<laughs> いや、もう、つい追いつかないんですよ、もう <laughs>。パニック、パニックですよ、本当に。いや、あの、前回の終わり方だったら、まだこの煽りはわかるんですけど、今回のこの <laughs>、最終ページでの事後完結は本当に何だろう。ギャップがすごいというか。訳わかんない。ね。<laughs> <laughs> まず、九州のガードレールっていうのはもう本当に日本語として、こんな日本語聞いたことがない。<laughs> 確かに。いやー。まあ、マジでこれ徐々ジョジョ知らん人にまた伝えるの難しいですよ、これ。今ジョジョ、徐々に。そうですね。最終回、ー談の漫画が。<laughs> <laughs> でも、い初めてここの話から読む人でも全然面白いと思うんですよね、多分。え、こっからね、最終にはだけ。独立してますからね、一応。<laughs> それこそほんまに露伴的なね。そうですよね。うん。前編後編みたいな。いやー、これはね、正直すごいな。面白いな。もうなんかジョ,ジョリオンなんでこん、この話を。いや、まあ、どっかね、前年中盤であの、ミラグロマンの時みたいな、あんなんやったらまだね、あれなんですけど、もう、ラストでこの話が来るっていうのが。そうですよね。<ー>構成。すごいな。 まあ、ただ、あの、今までちょっとね、謎だった、ロカカカだったり、その一本松だったり。うん。うん。そういうところは、ルーシーの話も、財団もそうですけども、は一応まあもちろん絡んでるので、うん。あいやでも、ねま、全く全く関係ないというわけではないにしてを、まあ回収されるかどうかはね、本当にみんな言ってる話ですけど。あのー、今回の話でもそうなんですけど、謎の方が供給方で解決が追いつかないっていう。<laughs> そうですね。 あの、なんでしょうね。解決の赤字と申しますか。謎の黒字というかもう。<laughs> もう本当にね、ジョジョリンはそういう物語だったと言わざるを得ないぐらい。うん。謎だらけというね。いやー、もう本当に。だから、そうですね。多分、今回、ロカカオカは結局ここでは,は、まあ、ない、実際ないはずですから、発見できずに土地の話だけで、うん、終わりそうな。 そうですね。土地の、どうなんだろう。うん。つなげていくのか。なぜこの話を今このタイミングでするのかっていうのも。まあもちろんもう荒木先生のみぞ知ることなんですけれども。うん、本当にね。ただ、あのー、まあ全くね、今回本編というか、その、えー、ジョジョリオンの本筋の方にはいかなかったんですけど、最後はあの、端末の荒木先生のコメント。はい、はいはいはい。 うん。あの、次回で完結します。で、うん、ジョースケやヤスホちゃんには幸せになってほしいなぁという、ちょっとすごいしみじみとしたね。欲しいなぁですかうん。なんかね、あのー、たまに過去のそういう漫画の作品でも作者の方が、うん。最後の巻で登場人物には幸せになってほしいとか、うん、えー、まあ、なったと思いますみたいなね。うん。あの、作者ご自身の話みたいのがあるんですけども。まあ、荒木先生自身も、 わからないけど、まあそう願っている。まあ、でも本当に、でもね、もうあの二人はなんか、やっぱりちょっと過去の主人公たちと違って、なんか悲しみがやっぱ強いんですよね。うん。あのー、そういう、なんだろう、追い立ちとか、今までの環境も含めてね、うん、親にあんまり良くされてなかったっていう二人ですから、うん、ジョセフミも。だからまあ、そういうとこで、なんかね、うん、荒木先生なりの、 うん、何か最後ね、ええー、二人の描き方があれば。まあ、もしかしたら、もう先月のあの二人の冷静なバックショットが最後だったのかもしれませんけれども。そうあれ、もう帰ってこないの <laughs> <laughs> この、終わるのしたら。<laughs> <laughs> <laughs> いや、でも本当にあのー、本当にでもほ、まあ、ホリーさんのことも解決されてないし、 東方家の後始末もわかんないし。うん。うん、ちょっと本当にまだね、まあどうなるかまあわかんないですけど。本当に。うん、いや、これ、この後書き書いといて、なんかもう、次業で、ジョースケとヤスオちゃん死んじゃったりとかしたらもうサイコパスですよ、これは。<laughs> いや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 死んじゃ、急にあのタイミング、あそこからもう死ぬことないでしょ。<laughs> あ、だらやや、ね、<laughs> あら、やれない。 ねえ、もうでも幸せになってほしいなというね、意外、うん、です。はい。まあ本当にもうなんか、今までとまた違う、うん、興奮がありましたけれども、えー、いよいよ次回はですね、8月19日、うん、えー、ジョジョリオン完結記念、表紙、関東カラー、そしてメモリアルポストカード10枚セットという付録もついて、いやー、内容盛りだくさん。もうね、みんな言ってますけど、まあ、 正直、あと一回で終わると到底思えないので、もう一冊、じゃんまる丸々一冊ジョジョリオンじゃないかとか、うんあ。ジョジョリオン次回何ページなんだみたいなね、えー、話が出るぐらい。そうですね。もう期待しかありませんけれども、えー、我々の、まあ、ちょっと途中からでしたけれどもね、あのー、コンビを組んでから始めた、えー、ジョジョリオン本語にもいよいよ次回でラストでございますので。ありがとうございます。はい。えー、皆さん今までね、 あのー、ずっと見ていただいた方も、これ今日来ていただ、今回見ていただいた方も次回ぜひ最終回も一緒にですね、えー。今回ももちろんコメントの方でまたどしどし皆さんのご意見いただければと思いますので。はい。はい、よろしくお願いします。ということで、えー、今回、はい、あ、言うの忘れてた。えー、109話ラジオガガ事件の感想語りは以上になります。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。ガガガ。 ががががががが,が <laughs> 脱がないで、終わりまーす。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。